シャルル・マルテルは、フランス海軍が建造した全土旧戦艦であるが、フランス海軍では依然として、装甲艦も戦艦も艦隊装甲艦と呼称しており、区別はしていない。本艦は、フランス海軍の1890年海軍計画により、主力艦24隻を配備するべく10年間で10隻の戦艦を開始し、本艦はその1隻目であった。この整備計画において、 船体サイズや手法、複合の数や速力は禁じするものの各艦別々の設計者による競争設計をとっていることに特色がある。そのため、各艦ごとに外観は異なっていた。同型感はない。船体形状はブレニュスよりも特徴的なタンブルホーム型船体となっている。これは水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、 戦隊重量を軽減できる戦隊方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦板よりも推薦武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、 水薦下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美宝の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、 船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。ほぼ垂直に切り立った艦首から艦首甲板に3 0 5トル単装手法等が一気、司令塔を組み込んだ環境からミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに3 7ト、mm、ルから4 7ト、mm、ルクラスの 機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。本艦のミリタリーマストは長部には三層式の見張り台があり、 中段に 47mm 単装速射砲が1機ずつ、計4機が配置され、後部ミリタリーマストも同形式で前後4機ずつ、計8機配置された。全部ミリタリーマストの背後には、断面図が小半径の煙突が2本立つ。環境の後部から煙突を挟んで、後部ミリタリーマストに至るまで、フライングデッキと呼ばれる構造物が設けられた。これは、 船体原則に27センチメートル複方向を配置したために爆風により関西艇を破損するのを防ぐためと関西艇の作業面積を増やす工夫でこれと似たような様式は船体原則に主方塔を配置する土球戦艦時代のイギリス海軍戦艦ネプチューンからエジンコートにかけて採用された二番煙突の後方には艦内や機関区に外気を入れるための キセル型通風塔が中央部に並列に3本立っている。通風塔の背後に後部ミリタリーマストが立ち、その後ろに3 0 5トル炭素主砲塔が後ろ向きに1機配置された。また、看板1段分下がった原則には2 7トルという大口径の炭素腐化砲塔が船体中央部に片元1機ずつ計2機置かれ、 2 7センチメートル副砲塔を囲むように前後に2機ずつと前後ミリタリーマストの左右に1 4センチメートル単装砲塔が片原4機、計8機が配置された。この配置により、監守備線方向に最大3 0 5センチメートル砲1問、2 7センチメートル砲2問、1 4センチメートル砲4問が指行でき、左右方向には、 最大 30.5cm 砲2問、24cm 砲1問、14cm 砲4問が試行でき強力な火力を誇っていた。世界の感染増加第38週、フランス戦艦誌、ありがとうございます。